初代、王妃長左衛門作、聖王妃焼の旧須王妃焼とは、石川県金沢市にある350年の歴史と伝統を持つ落焼の脇用である。江戸時代初期の漢文6年、加賀百万国、加賀藩五代藩主、前立名乗が京都から茶道として、戦争を招いた際に、学家四代人潮に指示し、最高帝であった、東高、八長左衛門が堂々した。 戦争が帰郷する状況を3年後も長財門は残り、河北軍、王妃村に落焼きの窯を開き、それ以後は前田家の御用用として栄えた。明治維新と第二次世界大戦で大きな影響を受け衰退していたが、生活の安定や茶道の普及で復興した。王妃焼きは、ろくろは使わず手でひねりながら成形し、一つ一つヘラで削りながら作り上げていく。 小さな釜に釉薬を施した作品を入れ、短期間に温度を上げた後、引き出して急冷する。この温度差の急な調整は、落焼きと王妃焼きだけに見られる手法である。また独特の飴色は、初代長左衛門のが落蛇碗の黒と赤を禁じられたために工夫して草案したと言われ、雪国にふさわしい暖かい味わいが特徴である。金沢市橋場町20代、王妃長左衛門用。 大日美術館がある。大日美術館、大日焼き歴ライプによる。ありがとうございます。